シチズンのドットマトリックスプリンター CBM910 タイプ2の使用開始までの概要をご説明します。まず電源は切った状態にしてください。用紙カバーですが、プリンターの後方から見ると出っ張った部分がありますので、ここに指をかけて上に持ち上げてください。カバーの前方はフックになっていますので、取り付ける際はフックを入れてからカバーを締めることになります。次にリボンカセットのセットです。リボンカセットは真上からまっすぐに下ろして差し込むと正しい位置に入るようになっています。下のプラスチックの凹凸部分を見ながらセットすると分かりやすいかもしれません。逆にリボンカセットを外すときですが、右側に英語でプルと書いてある溝がありますので、ここに指を入れてつまみ上げると引き上げられます。リボンカセットを外した状態でプリンターを見てみると、奥に6センチぐらいの鉄のプレートが見えます。手前には4センチくらいのプラスチックの台形の部品が見えます。リボンカセットの中にはリボンが見えます。このリボンは奥の鉄のプレートと手前のプラスチックの部品の間に入って収まります。ただし繰り返しになりますが、リボンカセットを真上からまっすぐ下ろして差し込むと、今言いました正しい順番にセットされます。奥から鉄のプレート、リボン、プラスチックの台形の部品という順番です。リボンカセットが収まりましたら、リボンカセット上左側にあるノブを時計回りに少し回してリボンのたるみを取ります。次に用紙のセットです。用紙の先端はこのように手でちぎるのではなく、定規なのでまっすぐカットするようにしてください。コツとして真横にではなく少し斜めにカットすることで、後で用紙を差し込みやすくなります。用紙ロールをプリンター本体にセットしますが、用紙ロールの方向は用紙がロールの下をくぐってプリンターに入っていく方向になります。ペーパーホルダーの向かって左側を左に倒し、用紙ロールの右側の芯をはめ、左側もはめます。次に用紙の先端をプリンターに入れますが、用紙を入れる位置はプリンターの底の白い部分と黒い部分の隙間の間になります。用紙の先端を差し込み、プリンターの電源を入れ、セルボタンを押して、セルボタンが消えた状態で LF ボタンを押します。用紙の先端がうまく入っていますと、用紙がリボンカセットの中から出てきます。ここで用紙が出てこない場合は、再度用紙の先端を入れ直してみてください。用紙の先端の入り方が浅いと、プリンターのメカが空転するだけで用紙が送られません。用紙が入ってリボンカセットの中から用紙の先端が 5,6 センチ外に出てきたら、用紙カバーの用紙出口に用紙を入れ、カバーを閉じます。
なお紙送りするこの LF ボタンですが、セルランプがついている状態の時は使えません。逆に印刷を行う時はこのセルランプがついている状態である必要があります。リボンカセットと用紙がセットできましたので、テスト印刷を行います。電源を消し、 LF ボタンを押しながら電源を入れます。プリンタの現在の設定が印刷されます。以上が CBM910 Type 2の使用開始までの概要となります。